こんにちは、プロトリフチャンネルです。秋の七草の一つにオミナエシというのがあります。このような黄色の花の咲く多年草です。丈夫で育てやすいということです。まあよく日に当ててということですが、直射日光がガンガンと当たるとそれだけしっかりとは育つんですが、たおやかさが出ません。なので、まあ、春から梅雨ぐらいまではよく日に当てて、その後は半日陰の場所で育ててやるといいと思います。それとぐーっと伸びてきてしまうと草丈が高くなってしまってたおやかさが出ないので、6月ぐらいまでに伸びてきた花茎は半分から3分の1を残して切っておくんです。このように切っておくんです。そうすると出てきたものは細い枝立ちとなってたおやかさが出てきます。ですからぐっと育てるのもいいけれども、一度切っておいてやると細くなってこうたおやかさが出てくるので、秋の七草はやっぱりがっつりというよりは細々とたおやかさがあった方がいいと思うので、そのように育ててみてください。そして肥料、まあ庭植えだったら特別必要ありません。鉢植えだったら、まあ観光性の肥料、春と秋花終わったぐらいにやっといてやればそれで十分です。水は乾いたらしっかりとやってください。ちょうど花の咲いてる頃によく見るともう来年の芽ができてきています。このように株元に茂っているの、これ来年の芽ですから、これをしっかりと残すようにして育てていただけるといいです。まあお店で買ったものはほとんど根詰まりしてますから、買って花終わってからでいいので、一回りか二回り大きな鉢にするか庭植えにしてしまうと来年そこ大株となっていっぱい花が咲いてくれます。丈夫で育てやすい多年草ですので、ぜひ皆さんもお庭に一つあってもいいかもしれません。